皆さんこんにちは、今回何か研究させていただきたいかというと、番組ご視聴いただいている方から質問いただきまして、その質問に対してのご回答をさせていただきたいと思います。今回何に関してかというとね、今話題となっている新型肺炎コロナウイルス、これに関してはね、かなり多くの方々やっぱり関心持たれてるんだなって感じはしました。まあ、これはこれから海外に行かれる方、まあ、このチャンネルに関しては主には海外向けのチャンネル、海外に投稿した時のチャンネルアップしているものです。その中で、まあ、海外好きな方が多いということで、やっぱり多くのね、その新型肺炎大丈夫でしょうかっていう質問が飛んでくるんです。で、今回そのある方からね、質問いただいた件なんだけど、まず1点目として、日本人の入国制規制や制限、日本への便が運休、減便、欠航とかも気になります。今後海外1ヶ月周遊していたら、日本の感染拡大したら日本人の帰省国増えますかね、ということです。まあ、この方ね、これからいろいろとね、南アジアとか中東アフリカに行かれるということなんだけど、コロナウイルス自体にかかる心配は日本より少ないと思いますということなんです。まあ、これは確かにそうです。だから日本は今多分、まあ、クルーズ船の感染者を含めてるからね、余計に多くなってるんだけど、含めなければ多分シンガポールの方が感染者多いですよね。その中でじゃあ、まあ、海外にでもそれでも3番目ということは感染者は多い。で、今この時期にね、中国、例えば湖北省は絶対行っちゃいけないし、中国本土に行くっていうのであれば仕事じゃない限りやめた方がいいですって言います。ただ他の国々であれば、自分は特には止めませんというか問題ないと思っています。感染する確率は日本よりも低くなるのは実情です。ただ前にもね、質問あった件で、例えば医療問題に関して言うと、確かにね、医療問題に関しては日本の医療技術はすごく水準が高い。ただ中国に関しては、まあ、あれだけの感染者が出て7万人で、8万人ほどで2000人以上を超えているということは、30人から40人に1人の方が亡くなっている割合です。そう考えると、まあ、日本の医療技術と、ね、タイの医療、他国の、ね、中国の医療技術とやっぱり全然格段の差があるんだけど、これっては他の発展途上国でも同じです。これが皆さんが行かれる国が先進国であれば、医療もね、充実しててね、ちゃんとした医師もいて、医療技術もしっかりしてるから、割と安心できると思うんだけど、発展途上国になるとね、ちょっと不安が残るのは、これは事実だと思います。まあ実際これからね、中東アフリカなんかは本当にそうですよね。だからアフリカなんかだと新型肺炎、コロナウイルス以上に、他の病気が、疫病が怖いです。その際に、やはりその、現地のね、病院に極力かかりたくないのが実情ですね、正直な話ね。なのでそこまで気にされる方がいるのであれば、やっぱり今の段階で海外渡航は控えるべきじゃないかなって感じはします。まあ、隔離された場合って、例えば最低14日間はね、入国出国できないってことになることが多いので、仕事がどうしても休めない方いますよね。そういう方にはやっぱり考えると、まあ、自分の友達もね、タイ行くのやめたっていう友達いますし、まあ、他にもタイ今そのなんだ、検査がね、スクリーン検査を行うようになったということ、まあ実際でも昨晩の、ね、入国した人は行われなかったって言ってたけどね、それでやめたっていう人いるんだけど、まあやはり今でなくてもいいって、今でなくてもいいと思うんです。だから別に落ち着いてから行くっていうのもいいんじゃないかなって感じがします。いつ落ち着くのかっていうのがこれ微妙なところですね。インフルエンザだったら暖かくなってきた頃にはもうすでに落ち着いてくる、これはやっぱり気温が高い、そして湿度が、ね、乾燥湿度が高いとやっぱりそういう菌が死滅する。だけどこの菌に関しては熱帯諸国でもあれだけね、感染力があるということで、そう考えると気温とか湿度は関係ないということは、これから春が来てもまだまだ、ね、収束する見込みっていうのがはっきりと見込めてないのかなって感じはします。それは怖いところです。でそれでね、まあ、日本人の感染拡大したらということで、日本人の帰省国増えますかねということ、これはその通りです。やはり日本人の感染者が増えれば増えるほどね、やはりそういう入国制限をかけようとする国は出てくるのが実情です。アメリカが今レベル1にしたのかな、この日本への渡航制限というのはね。で、なのでまあ日本としてはね、やはり今年はオリンピックの開催年です。なので、ここはやっぱりね、いろいろと防いでいかなければならないということで、極力やっぱり中国から、例えば個人では来れるわけですから、中国全土からね、やはりその渡航制限をかけるっていうのは多くの方々が言ってることはその通りかなって感じがします。で、あとはもう一点同じ方からなんだけど、イ
スラエルやミクロネシアは出入国ダメになったみたいですねということで、その通りです。でイスラエルもダメなのかな、聞いたことなかったけどね。あのミクロネシアとかツバルはあったけど、ね、イスラエルそうだとしたらちょっとこれ聞かないとダメだね、うん。で、周遊中に滞在の国が日本に2週間以内に滞在した人はということで、突如規制がかかった場合どうなるんでしょうかということです。だから例えば直に絶対ダメってことは、例えば一定期間を置いた後に、入国できるような、ミクロネシアもそうだったかな、スバルもで感じだと思うんです。なのでそういう場合、例えばね、これからまあ自分もアフリカ、中東アフリカ行きますから、中央アジアも行きますから、その中で例えばもしね2週間、以内に滞在した人ということで日本もその規制に入ってしまった場合っていうのは、じゃあそれが規制がかかってない国で、しばらく滞在するか、その周辺のね日本に規制がかかってない国に行くかです。それによって時間を潰して、その後に、その、ね、規制をかけている国に渡航する感じです。なのでまあこれから行って周遊していく感じは、今周遊してる人は特に問題ないんじゃないかなって感じはするんだけどね、うん。だからそういう感じで時間潰しをする感じです。ということでね、あとはまあ1ヶ月周遊後日本に帰ろうと思ったら、日本の感染拡大に伴い中国に中国行きの便がなくなるように、日本行きの便がなくなったらまずいですねということなんだけど、まあこの場合はいずれかしらで日本行きの便では出てると思うんで、まあどこが経由でね、どんどん検索して、ここ経由でこっち行ってこう行ってって日本に帰ることはできると思うんで、そうやって行けばいいんじゃないかなって感じはします。ということでね、そろそろ自分も春がもうすぐ来ますけどね、今日は暖かいですね、春が来ますけど、出発の準備をしていきます、これからね、うん。その中でまあ現地よりもね、まあ今カルロス・ゴーン被告がまあ海外レバノン逃亡してね、その件がかなり薄まってますけど、これからちょっと今レバノンにも調査しに行きますので、そういった意味でもね、楽しみにしていただければと思います。海外でね、まあ実際自分が現地調査を訪れますので、その中で気づいたことがあれば発表していきたいと思ってます。では今後ともね、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。